こんにちは。ハウスイズム建築設計事務所の山本と申します。今日はコラボハウスの森さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コラボハウスの設計士の森です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。大体何坪ぐらいのお家なんですか？これ延べ床でいうと41坪ですね。結構大きいですね。1、2階合わせて。そうですね。はい、敷地はどのくらいの？敷地でいうと全体で58坪です。お、広い。なので58坪に延べ床面積41坪で建てさせていただきました。外壁はこれが焼きすぎですね。焼きすぎですよね、はい、焼きすぎを使っております。渋い。縁側が気持ちいい。これあれですか？いいですね。チャネルオリジナルっていうところのブランドですか？これそうですね、チャネルさんのブランドを使ってもらっております。やっぱこう まだらに色が出てるのがやっぱり綺麗ですね。そうですね。こう確立感がなくちょっと軟弱張りにさせてもらって風合いを出しております。はい、この建具はこれはどこの メーカーではない？これも実は造作で作っておりまして、一つずつ図面を描いてですね、それを建具屋さんにお願いして入れてもらいました。すごい。わあ、やっぱ風合いがいいですね。そうですね。どうしてもこう天然というか無垢にこだわった、切磋琢磨でしたので、建具も一つずつ手作りですね。どこもこだわって作っております。いや、焼きすぎとレッドシダーの、風合いと合いますね。風合いが合います。ちょっとこうしばらくここに。そうですね、涼んでいたい感じですよね。ちょっとあの紹介しないといけないんですけど。この問いはこれはお目が高いです。これはあとタニットハウジングさんっていうところの。いや、やっぱ綺麗ですね。めっちゃ綺麗、はい、これ色は何色？黒。これマットブラックですね。ブラック黒です。でここがアプローチの玄関、はい、で屋根をつけられてはるんですね。です。ここもスロープ状にして、後々こう車椅子でも行けるような配慮にしております。ここに縁を切られてるじゃないですか。そうですね。ここはもうデザイン的なポイントですか？そういうところです。どうしても基礎と外壁のつなぎ目で普通だと水切りっていうのが出るんですけれども、それ今回なしにしたくって、なるべくこう基礎から外壁を張り下げてですね、シンプルにしたかったので、その分逆に、向こうを見たら分かるかと思うんですけど、どんどんこのスロープが外壁にこう伸び込まれていくのを、その分クリアランスで水を掘らせてもらっております。じゃあちょっとこのアプローチを通っていきましょう。ちょっと入らせていただけたらと思います。またブラケットライターがおしゃれ。これ造作ですか？半造作ですね。半造作、既製品のドアにパネル、ネットシャザーパネルを貼っていったっていう感じです。そんなことができるんですね。知らなかった。アレンジで、はい、やらせてもらいました。普通の造作で作るよりもそちらの方がお安いから。コスト的には安くなります。安くなる、はい、でしかも反りも少ない。そうですね、内部は既製なので。あ、はい、めっちゃいいですね。造作だとちょっと歪んでしまって鍵がかからないとかあったりするじゃないですか、うん、はい、そんなのも少ないっていうことですか？はい、どうしても反りとか曲がりが出てくると思うんですけど、造作に、こう既製品をうまく左右することでそういう機能が担保してます。お邪魔します。玄関に吹き抜け、2階がまるまる見えるじゃないですか。入ってすぐ2階が吹き抜けになっておりまして、天井まで。しかも天井が、はい、めっちゃいいじゃないですか。ありがとうございます。これあれ上りだらけですか？これ上りだらけですね。構造材なんですか？構造材です。上り、のじ板も見せて化粧にしていて、ちょっとめっちゃ2階に行きたくなるんですけど、はい、まずはこの床が気になるんですが、はい、ですね、これ何の床ですか？これヨーロピアンオークって言って、ヨーロッパの奈良材なんですけど、はいはい、それをこう20センチ幅の材料を
殴り加工って言いまして、はい、こうスプーンカットしたものを採用しております。めっちゃ肌触りがすごい、うん、いいですね肌触りも、なんかサンプルでは見てたんですけど実際のお家で使われてるの初めて見ました、はい、で足触りもいいのでだいぶ落ち着いた感じでお迎えできるかなと思います。なんかちょっとすり足になってしまういやすごい気持ちいい。間接照明に当たるとまたこう風合いが変わりますね。陰影も出てだいぶいい感じですね。この建具はこれもシューズボックスなんですけれども、はい、これも造作で一つずつ。あ、造作なんですね、はい、プッシュラッチでプッシュラッチっていうのをこう押して開けるっていうことなんですけど、うわ造作ですか。はい、造作で。これ素材は何で作られてるんですか。これも奈良ですね。やっぱ奈良材で統一されてるんですね。そうです、床とも合わせて奈良材を。スタジオ手前のシューズクローブです、はい、あ結構広い。何畳ぐらいあるんだ。これ 1.5 畳ですね。 1.5 畳、わあ、さっきの。そうですね、レンガの裏手の窓見えたと思うんですけどそこのお部屋ですね。やっぱ入った時にこう視界がスッと抜けるのが綺麗です ね、 ですね。気持ちいい。このガラスドアも床から天井まで設置しておりますので開けるともう少し開放感出るんですけど。わあ、いい感じ。素敵。なんかここ天井ちょっとどのくらいですか。これが2メーター15センチ。2メーター15センチ。50で抑えております。それはなんか理由があってそうされてる。ここお施設様のこだわりもあったんですけれども、そしたらスタジオですとか就寝室1階に関しては天井低くして重心を低くすることで、精神的に落ち着けるように、気持ちも落ち着けるようにということでした。沿岸に出てもいいですか。うわー、お邪魔します。おー、また外から出ると雰囲気がいいですね。光がこう透過される感じ。そうですね、これ、2階のバルコニーも、デッキにしてるんですけど、これスノコ状バルコニーって言いまして、本物の木材を少しクリアランス取って配置することで光に落とします。引いてません。そうですね、基本的にこう鉄骨階段なんですけど、普通はこう鉄骨のササラと、段板は木で終わらせるんですけど、どうしてもこうなんかたわみですとかちょっと不安定さも出てきてしまうので、今回は裏に全部ですね鉄板を仕込んでおります。それで安定性を高めております。しかもこれ、こっちからは見えないように。そうですね、裏からはどうしても見えてしまうんですけど、正面から見えないように少し段板をしゃくってその鉄板を埋め込んでる形ですね。はい、いやすごい、ちゃんとそういうところまで設計されてあるんですね。2階気になる。気になる前にちょっとこちら、写真でご案内します。わー、明るい。こちら7畳の出身室、ここでご夫婦寝るというところで設計しました。これ収納を除いて7畳ですか。収納入れて7畳になります。はい、これはさっきの収納の造作の建具と。そうですね、さっき見ていただいた玄関のゲストキールと同じ。全然中にパイプハンガーと可動棚、可動式の棚があるんですね。こちら水回りですね。はい、お風呂です。洗面室とお風呂。うわー、めっちゃ綺麗じゃないですか。ホテルみたい。ありがとうございます。もうホテルじゃないですか。ホテルですね。これももう全部在外大工さんですとか、はい、時間屋さん、防水屋さんで全部仕上げてきました。これはハーフユニットって言って、はい、あのお風呂から下が全部既製でできてるんですか。と思いきやなんですけど、これ全部在来で造作で作ってあります。全部造作ですか。下地からも防水張って、全部酒屋さんに
入れてもらって。あーすごい、だからこんなに綺麗なんですね。え、ちょっと座っていいですか。座りたい。わあ、めっちゃ、え、これ 木はヒノキですか。これヒノキです。あの匂いがめっちゃいいです。いいですよね。少しホテルバイクというか別荘的にも使いたかったので、こういうのも気にしてるので採用しています。めっちゃいい。しかもちゃんとお庭もこうグリーンを植えられてて、はい、外側から見えないように塀もされてるんですね。え、ここでお風呂に浸かりたい。浸かりながらお月見しながら外も楽しむって感じですね。めっちゃいいですね。いいな、はい、え、それ外に出れるんですか。ここもあの勝手口設けておりまして、お寿司様がサーフィンから帰られてそのままここお風呂入れるんですね。こういう動線を作っております。え、贅沢。いやでもサーフィンからこのヒノキのお風呂ってすごいですね。そうですね。ライトですね。スイッチになります。え、やっぱそうですか。はい、ちょっと待ってください。おしゃれ、ボタンが。わっ、わっ、色が変わる。すごい。あ、2色展開なんですね。そうですね。用途に合わせて、ちょっと落ち着いた暖色系か、お化粧する時の白かっていう感じですね。こうオフィスとかだったら大体こっちなんで、うん、見え方が変わるので、すごく、ありがたいですよね、こういう機能があると。ちゃんと考えられてるんですね。これここにもさっきのあれですね。そうですね、結束湯ですとか、はい、初心室の収納と合わせてこれも造作作っておりますので、ここにタオルですとか、マスターを入れると。はい、あ、めっちゃ便利。ここにこう下着とか、うん、バスタオルとかお風呂で使うようなものをまとめておくと、すごい使い勝手いいですね。スイッチの位置が低くないですか。はい、あえて低めに設定しております。床から90センチっていうですよね。はい、これなんでない。これもなるべくこう、重心を低めて落ち着きを出すためっていうのもあるんですけど、そのこれ1回今天井低く採用しましたので、なるべくこうプロポーションも、綺麗なところを採用してあります。綺麗な風に。トイレです。トイレですね、はい、明かり窓がこれ可愛い。でもこれ造作ですか。これも造作で作ってます。これもあえてじゃあ作られたんですか。あえて、はい、普通ここ高めに明かり窓あると思うんですけど、うん、あえて目線でここ分かりやすいです、ね、こっちの方が分かりやすいですよね、この辺にあっても見えない、洗面のタイルと一緒ですか。これも同じです。3話カンパニーの統一が。なるほど。あれ、うわー、開いてしまった。わ、洗面も綺麗。この洗面はどこの洗面ですか。これもサーマカンパニーさんです、ね、なんかマットな質感が綺麗ですね、うん、はい、だいぶエッジも効いてマットでかっこいいですよ、ね、この木も奈良材で統一す、ね、これも奈良材、オーク材で採用しています。窓の全板と揃えるように高さを設定してますね。あ、なるほど、ここですね。トイレの多分こっちの幅って、その1メートル20センチくらいですか。ここくらいですね。そんなに広くないけれども、こっちの方がここ、はい、あえて広くしてるのでですよね。だからめちゃくちゃこう、なんかこっち狭いはずなのに、狭いって言ったらあれですけど、広、一般的には狭く取っているけれども、はい、その狭さを感じない、むしろ広く感じますね。これもドア開けた瞬間のその奥行き感を出せるように、上数でいうと 1.1 畳なんですけど、はい、まあ、そんなに狭く感じないようにプロポーションを整えています。全然窓はまた目線のぐらいにあるのがいいのかもしれないですね。そうですね。2階に行く前にこちらドア2つあるんですけれども、まず左手側が先ほどのシューズクロックとつながっております。歩道線で、ちょっと奥の部屋、これ今あの 6.2 畳のここも寝室になっております。はい、ではお肉に行ってみます。はい、お願いします。まあ、なんか心なしかなんか安定的に感じますね、接骨階段が。おー、あー、明るい。もう全然ち、あ、めっちゃ開放的じゃないですか。だいぶ明るいですね、2階は。めっちゃ、うわ、素敵。わー。
こう空が近い。そうですね、結構窓もこう屋根に近い、天井に近い側を切り取りましたので、だいぶ空が近く感じますよね。空の上にこうまたこっちの景色もすごいいいですね。そうですね、こうこんな、これなんかこう丘になってるエリアなんですか。山並みの丘になってるエリアなので、夜とか近隣さんの明かりが綺麗に見えます。すごい夜景が綺麗そう。夜景が綺麗ですね。なんかちょっと魔女の宅急便かなんかの景色に。確かに丘の上のイメージ、ね、なんかめっちゃ綺麗、はい、設計の段階からこういうあの立地というか、うん、そこに景色見えるなとか海が見えるなっていうのを頭に入れつつプランニングしましたね。この屋根が気になりすぎるんですけど、うん、ちなみに大阪の泉府中スタジオって新しく出るところでもこういう感じのものを採用したんですけど、断熱とかって結構こういう屋根って難しいと思うんですが、どうやってこう暑さとか、まあ、そのいわゆる断熱性能って取られてるんですか。これも実はこの今見えてるのじ板の裏に断熱材仕込んでおります、うん、なので構成としましてはここから見ると登りたらきで、のじ板があって、うん、あと断熱材仕込んで、うん、あとその手またのじ板があって、ルーフィングっていう形なので、まあ、こういう見栄えというか。なるほど。だから屋根を2回かけてるんですね。屋根2回かけております。大工さんに2回かけていただいてるんですよね。はい、贅沢。でもめっちゃいいですね。ちゃんとだから、まあ、これ構造材だけれども、まあ、いわゆる機能面もきちんと取りつつ、うん、衣装性を担保されてるっていう。でこの胸木というこの一番大きい部材にライティングレールを仕込まれてるんですね。そうなんですよ。通常のその構造の胸木だと、大体38センチだったんですけど、今回わざと配線大きくしてですね、420ミリ、42センチの幅にして、でこのライティングレールを掘り込んでおります、うん。通常に必要な太さよりもちょっと大きく取られて、はい、ライティングレールいろんなものが素敵なんですけれど、インテリアもすごく特徴的な、うん、そうですね、これも先生様のこだわりで、最初からもこういう規制品入れたいというところでお伺いして、はい、それに合わせてこう空間を調整していったっていう感じです、ね、すごい、なんかこうマッシュルームみたいでかわいい、かわいい、キッチン、これどこのメーカーですか。これがキッチンハウスさんでセミオーダーで作っていきました。あ、セミオーダーなんですね。これ、はい、収納、ね、収納です。これもプッシュラテでやっていきます。わあ、これあれですか、セラミックトップですか。これセラミックトップなので、ここで鍋ですとか、あと包丁で、はい、調理することもできますので、あ、めっちゃ風が抜けてきますよね。すごい気持ちいい、はい、いやもうこの視線が抜けるのがすごく気持ちいいのと、はい、風を感じるキッチンっていいですね。これ2階ならではですかね。2階ならではだと思います。あと立地っていうのも正直あるんですけど、どうしてもこう南北に窓を設ければ風も通りますので、なんか本当すごい街並みが美しくって、うん、お家の中も綺麗で料理がはかどりますね。はかどりますね。街並み見ながら気持ちいいですね。ここの幅は大体どのくらいですか。大体これで80センチないぐらい。ないぐらい、うん、はい、あ、こう電子、こっちに電子レンジを置く予定です。そうですね、家電系はここに置く想定です、うん、なんかこう物を動かすにはちょうどいい距離かもしれないですね。ちょっとあの幅狭にはなってるんですけど、うん、なぜかというと、お客様の方でこのキッチン の, この前面を窓に揃えたいというご希望がありましたので、ちょっとでここはいじめさせてもらったんですが、そこの綺麗さを取りました。なるほど、はい、いじめるっていいですね。いじめるって言っちゃいましたけど、はい、ここをちょっと調整させてもらいました。いいな、はい、視線が抜けるからあっちでこう話してる人もいる、こっちで話してる人もいて、うんうん、はい、なんかこう離れてるんだけどつながっているような感じがあって、うん、なんかこういい空間ですね。そうですね、ここが司令塔でみんなの顔を見ながら過ごせるっていいですよね。うん、こちらはエアコンですか。あ、これエアコンです。ちょっと今稼働してるんですけど、
どうしてもこういう、こうシンプルに見せたいお家だったので、エアコンもあえて壁に埋め込んで、手前にこうルーバー設置することで、エアコンが丸見えにならないような質感にしております。綺麗ですね。こちらにも造作の建具が。ここも収納ですね。深いとこまで全部こう色味を揃えられてるんですもんね、はい、これも同じ顔料、塗料で仕上げて同じ塗料なんですか、うん、ちょっと、あれちょっとツヤを出すことでちょっとテカリとして色が違く見えてる、なるほど、で全部床から天井までの塗料にされてる、だいぶこう線をなくしてすっきり見えるように仕上げてる、こちらは明かり窓があるということも、ここもトイレです、お手洗いですね、はい、お邪魔します、うん、あ、またここは1階と違った雰囲気の、ね、こちらはまた既製品ですか、こちらこれも既製品です、これが3話の、レプトというシリーズでレプト、こちらは横が長いタイプで幅が狭い、幅が狭いというか一般的な、これが一般的な1畳タイプで、一般的な1畳、あ、でここは同じように窓を設けられて、はい、やっぱ窓あるっていいですね、開放感が、じゃあこちらのリビングに、うわもうめちゃくちゃ気持ちいいです ね、開放感たっぷりですね、開放感、もう日の光と空の景色と、また家具も素敵ですね、これって、はい、ここに座らせていただいてもいいんでしょうか、うわありがとうございます、あここ出窓にされてるんですね、そうですね、出窓をめくっぽくして、そこから海が見えるんですけど、でも、あ、海が見えるんですか、ちょっと見させていただきます、座ったばっかで、うわ本当だ、海が見える、はい、周りに高い建物がないからこういいですね、そうですね、さらにこう空が近く感じますね、本当に空が近い、うん、でこちらの窓はあれですか、はい、こちらも一回先ほど見てもらったところと同じ作りなんですけど、これももう造作で同じように作られてる、今から天井に合わせて作って、やっぱ1階とはまたちょっと天井が高いので違いますね、雰囲気が、うん、うわお客様が音楽が趣味なので、はい、レコードですが CD も楽しめるような空間になっています、うわすごい、わレコードじゃないですか、そうですね、うわすごい、私も祖父が持たれてたんで、あ、そうですか、持たれて持ってたんで、懐かしい感じですね、でも全然現役で聴いてらっしゃいますので、素敵、このまたチェストもいいですね、これもそうですね、これもイデイさんで買ってもらいました、スピーカーが木質で、めちゃくちゃ贅沢な空間ですね、ここは。ここに座って音楽楽しみながら本読むっていう贅沢な空間ですね、はい、これじゃあ見ていただいていかがでしたか、いやーめちゃくちゃ素敵でした、ありがとうございます、やっぱ特にこの2階の LDK というんですか、はい、このまあ空が近いリビングっていうのが本当に素敵だなと思って、結構こう2階リビングってどうしてもこう階段の上り下りの件でこう、まあ、荷物の持ち運びとかで懸念される方多いと思うんですけど、こんなに素敵な暮らしが待ってるんだったらこのために頑張れるなって思いました、上り下りも暗く景色も良かったので、それをどうやってこう窓とか切り取ろうかっていうのを工夫しました、ありがたいです、うん、あとはこのやっぱり構造的なこの大屋根、はい、これも迫力がやっぱりこう1階に入った時にも
こうちらっとそれが感じ取られて、でこう2階に上がっている時にこう視界がバーッと広がる、そのこうストーリーといいますかがすごい素敵でした、うん、それも構成的なメリハリもつけましたので、そういうストーリーも出るように工夫しました、はい、よかったです。ありがとうございます。ハイストイズムでは設計士と作るちょっとかっこいい絵作りを目指しております。この動画が気になる興味を持っていただけましたら、ホームページですとか、インスタ各 SNS チェックいただければと思います。今日はありがとうございました。